外堀公園とは、東京都千代田区にある公園である。江戸城外堀の土手や堀の跡を利用して作られており、堀に沿って、JR 中央線飯田橋駅付近から四谷駅南側までの約 2km にわたって、細長く続く。江戸城外堀としては、王子の姿をそのままに残す国指定の史跡である。JR 中央線の飯田橋駅付近から四谷駅付近までに残る。 かつての江戸城外堀の千代田区側に位置している。外堀の北東側には、飯田橋駅付近から、四谷駅南側にかけて、外堀から中央線の線路を挟んで、土手上に遊歩道が続いている。ただし、新見付橋付近、市ヶ谷駅付近、四谷駅付近で、それぞれ街路により分断されている。また、四谷駅西側には、外堀公園総合グラウンドとして、 かつて堀があった場所に、ナイター設備や観客席を備えた、野球場やテニスコートなどの運動施設が設置されているが、ここと他の部分は JR 中央線の線路で隔てられている。分断されている部分の間は、徒歩数分以内で行き来できる。四谷駅付近は、無番地の地としても知られる。公園付近には、オフィスや学校が多く、散策以外にも通勤通学。 昼の休憩にも利用されている。また、公園内には桜の木が多く、花見の名所としても有名である。春には桜が咲き乱れ、その下で多くの宴会が催される。ただし、飯田橋市ヶ谷には東京停心病院があるため、その付近では特に宴会は注意が必要である。江戸上層構えの外周をなす外堀の土手は形式的とはいえ軍事施設の扱いであり。 明治維新以降も、この土手登るべからずと記された看板が設置され、立ち入りが禁止されていた。しかし1921年に、法政大学が、牛込堀端に移転して、以来、金を破って土手に入り込む、同大学生が後を絶たず、警察官が出動し学生との小競り合いが生じる、例が後を絶たなくなった。事態を重く見た。 法政大学は、公有であった東京市会議員の協力を得て、東京市に対して、外堀の土手開放を強く求め、結果として1927年8月31日に、大学もよりの牛込駅から新密家の間を、外堀公園として開放された。その後公園の範囲を拡大し、現在の状態に至っている。外堀を憩いの場として活用できるようにしたのは、 放題性であったとされる。現在も東京市外堀公園の石碑が新見つけ橋付近の公園入り口に残されており、王子を忍ばせている。ありがとうございます。